下村さん、奈良さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は北電のスマート電化ショールームにお邪魔しているんですが、この施設説明をしていただけますか？はい、ここはですね、ちょうど2年前の9月にオープンしたばかりの新しい住宅展示場になりまして、10社のハウスメーカーさんが出展しています。でそれぞれのモデルハウスはスマート電化機器仕様になってますので、実際のエアコンですとか IH クッキングヒーターですとか、そういったものの、快適性ですとか実際に体験していただける場所になっておりますので、はい、ぜひ足を運んでいただければなと思っております。はい、下村さんがね、スマート電気の機器とおっしゃったんですが、そもそもスマート電化の機器っていうのは、はい、電力消費量が少ないっていう認識で大丈夫ですか？そうですね、北電の方でスマート電化って呼んでいる住宅の設備としては、給湯と暖房にヒートポンプ機器、はい、それと、キッチンに IH クッキングヒーターを採用した、住宅のことをスマート電化っていうふうに呼んでるんですけれども、今お話ありましたようにヒートポンプ機器っていうのは省エネに特化した高効率な機器になりますので、はい、電力消費量としても少なくお使いいただくことができる、はい、住宅になってます。まあ、特に今年の夏ってものすごく暑かったんですよね。やっぱり私もクーラー本当にね買いたくなったというか、で逆に、冬はね、これからまた冬すぐやってきますけれど、夏は暑く冬は寒くっていうね、その需要に期待が高まるところなんですが、ちょっと詳しく寒冷地エアコンって説明していただけますか？そうですね、今お話し出たように夏場冷房で冬場暖房、1年通して使えるものが寒冷地エアコンになるんですけれども、寒冷地エアコンっていうのは、外気温、外の気温が低い、北海道の冬場でもですね、メインの暖房として使えるエアコンを寒冷地エアコンと呼んだりしています。で特に外気温がマイナス25度でもメーカーさんが動作を保証しているエアコンのことをですね、北電の方で寒冷地向けあったかエアコンっていう名称で推薦をしたりして広く PR をしてます。はい、あと正直寒冷地、そんなね、マイナス、外気温がマイナス10度20度でこの電気のエアコンで電気代がかかるんじゃないかなとか、実際高さはどうなのかなって思うところあるんですが、そうですね、実際に今下村もお伝えした通りですね、外気温がマイナス25度までは本当こちらのお部屋だったりとか、一室ですね、全てあったかいまま保てるものになりますし、それにあとはつけてからのですね、暖房のこう温まり方、お部屋の温まり方っていうのも早いものになるので、とてもおすすめになります。あとこうエネルギーはどうですか？省エネという観点で、はい、そうですね、そこももちろんすごく省エネに特化しているものになりますので、例えばなぜ特化するしているのかっていうところで言いますと、普通の化石燃料を燃やして電気を発電する、作るっていうのではなくて、外気の、空気中の熱を集めてそれを利用して給湯とかエアコンで、熱を出すっていうものになりますので、でも電気的にも省エネになりますし、はい、環境にも優しいものになります。外気の熱を使うっていうのがちょっとイメージがしにくいんですけど、ちょっともう少し詳しく教えていただいてもいいですか？はい、エアコンはですね、ヒートポンプ機器と言いまして、ご覧になられたこともあると思うんですけど、部屋の中に風を送る室内機と室外機といって外の空気を、集める室外機が必ずワンセットになった機器になっております。でそれをワンセットでヒートポンプ機器って呼んだりしてるんですけれども、室外機の方で大気中の熱を集めて、でその熱を室外機から室内機の方に送ることで、その熱を活用してお部屋の中の空気を温めるっていう仕組み、それをヒートポンプ機器って呼んでます。なので、電気の力 100% だけで温める従来の電気ストーブですとか、
蓄熱式暖房機ですとか、うん、そういったものよりも大気中の熱を利用して熱を生み出す機器なので、少ない消費電力量で暖房することができる機器になるものですから、うん、今までの機器よりも電気の使用量が少なく済む省エネですとか、CO2 削減につながる機械っていうふうに言えると思います。はい、ね、エネルギーをあまり使わずに、そして効率よく温めて、で北海道のような、まあ、寒冷地でもいいって結構一石三鳥以上のね、期待が高まるなと思うんですけど、はい、逆にまあお使いいただく方とか、あとを検討される方とか、はい、多い質問とかってありますか？なんかよく聞かれることとか。そうですね、やはりこうエアコンでこう電気で使うものなので電気代が高くなるんじゃないかなっていうところのご質問をよくいただくんですけれども、実は先ほどもお伝えした通りですね、外気の外の空気中の熱を利用して、それを使って、ね、熱を出すっていうものになるので、実は電力使用量的には、従来のよくある蓄熱暖房機とかに比較してもですね、かなり、抑えられるものになりますので、はい、お得にお使いできるかなと思います。北電の試算ではあるんですけど、蓄熱暖房機とエアコンで同じ条件で実際に使用電力量を測ってみたところ、年間でいうと蓄熱暖房機よりも電気の使用電力量はエアコンの方が約半分で済むという結果もあるので、かなり省エネ、はい、につながるかなと思っております。はい、まあ、消費者としては、まあ、ちょっと電気代も高くなって、あとはもうエネルギー価格がね、まあ、全体が、まあ、世界情勢もあってこう高くなる中、まあ、どうね効率的にお得に負荷をかけずにっていうね、意識をしたいなというところもね、はい、ありますのでね、まあ、その寒冷地型エアコンっていうのはまた一つ、まあ、いい面でね、いろいろと活用ができるポイントだという。そうですね、はい、冷房でももちろんクーラーとして使えますし、どうせエアコンをご購入いただくのであれば、はい、冬場も通して1年使える、はい、寒冷地向けエアコンを北電としても今 PR しています。はい、ですか。毎年、ね、天気予報やってて思うのが、はい、本当に夏が年々急ペースで暑くなってるんですよね。そうですね、私もね、3年前ぐらいから欲しいなと思いながら、でももう暑くなっていくのはもう間違いないと思うので、はい、やっぱ早めに買った方がいいですね。そうですね、そうですね、このタイミングでぜひ、はいはい、あと設置する時の注意点とかってありますか？そうですね、エアコンを設置する工事っていうのは、はい、ご住宅の設備によって様々ではあるんですけど、はい、一般的に寒冷地エアコンは200ボルトの電気が必要になる機器が多いので、はい、エアコン専用の200ボルトコンセントがない場合は新しく設置する必要があったりとか、あとは先ほど言ったように室外機と必ずセットになるので、室内機と室外機をつなぐ工事、壁に穴を開けたりする工事も必要になったりする場合があります。はい、器具にならではのポイントとか注意点もありますか？そうですね、はい、あとはやはり冬どうしても雪が積もってくると、屋根にも雪が溜まってくると思うんですけど、特に室外機が外の壁に設置されているので、落雪によって故障してしまったりだとか、はい、そういったことも考えられるので、室外機の設置する場所とかも、注意していただければと思いますし、あとはこう屋根をちょっとつけていただくだとかで、はい、故障を防げればと思ってます。わかりました。まあね、今日そのエアコンの話も伺ったんですが、全体として、世界全体として、日本は2050年に向けて、ゼロカーボン、カーボンニュートラルっていうところにね、目標を置いてるんですけれど、電力会社さんの立場として、そのあたりってどう思われますか？そうですね、はい、北海道としても2050年のゼロカーボン北海道ということで達成に向けて今全体的に動いてると思うんですけど、北電としてもグループ全体でそれを目指してもちろんいまして、で長期的には、発電部門での、CO2 排出量ゼロというのを目標に掲げて今取り組んでおります。で具体的に言うと、発電部門の CO2 排出量ゼロというのは、例えば電気を作る燃料様々あると思うんですけど、それを太陽光ですとか風力ですとか、そういった再生可能エネルギー由来の電気を作ることにシフトすることによって、
発電側でのゼロカーボンをまず達成しようと取り組んでおります。で、そのゼロカーボンで作られた電気をお使いいただくことで、需要サイドというかお客様側の方でもゼロカーボンが達成されるということになるので、お客様側の方で、電化住宅というか、はい、電気で全てエネルギーを賄っていただく、電化を拡大していこうということで今当社としては取り組んでいます。なるほど、はい、ということは使ってる側は、同じ電気なんだけれど、これまでの化石燃料ではなくて、はい、負荷のかからない再生エネルギーが元になっている電化を、そうですね、知らず知らず使っているような、はいはいね、化石燃料とか、はい、火力発電とか化石燃料ではなくて、CO2 排出じゃない電気をお使いいただくことで、ゼロカーボンを達成しようというような取り組みですね。はい、そうですか。はい、あとはじゃあ逆に電気をこう使う消費者として何かこう地球に負担がかからないような電気の使い方っていうアドバイスってありますか？そうですね、実際にですね、北海道って冬も長いですし寒いですし、やっぱり暖房が、一番こう家庭でおける消費のところで半分を占めているところだったので、お客様もその省エネなカーボンニュートラルな電気をお使いいただくことで、お客様も省エネに貢献されているってことにもなりますし、ぜひあったかエアコンを使っていただければと思っております。はい、北海道の家庭でやっぱり今も話してたように暖房におけるエネルギー消費量が非常に高いので、そこの暖房の部分を省エネにしていくことでゼロカーボンにつながっていくんじゃないかなと思ってますので、はい、まずは暖房機器の部分で寒冷地エアコンというところを当社としてもおすすめさせていただいております。はい、ありがとうございます。田辺さん、なんか最後にありますか？はい、そうですね、あとはやはり省エネっていう部分で寒冷地向けあったかエアコンはとても、非常に優れているものですので、コストパフォーマンス的にも1台あたりはやはり通常の冷房だけのエアコンに比べては少しやはりちょっとお高いなっていうところもあって、1台あたり15万円から25万円ぐらいの間で、メーカーにもよるんですけど、だとは思うんですけれども、コストパフォーマンスを考えたときには、実際に使える10年間ぐらい通して、お得にお使いできると思いますので、ぜひお使いいただければと思います。ありがとうございます。はい、今日は、お二人に寒冷地型エアコンの有効性は、特に、北海道は効果が一層高い場所なんだなということを改めて思いました。今日は下村さん、奈良さん、ありがとうございました。ありがとうございました。